皆さんこんにちは。好きなものは陸軍、嫌いなものは海軍。ゆっくり霊夢だよ。好きなものは海軍、嫌いなものは陸軍。ゆっくりマリサだぜ。ということで、早速ですが今回のお題はこちら。飛べ、司令部偵察機、世界最初の戦略偵察機、だよ。ガンダムかな？まあそれは置いておいて。ところでマリサ、軍用機ってそもそも何に使われてたか知ってる？そもそもっていうと、第一次世界大戦の頃だよね。偵察と爆撃かな。そう、大正解だよ。特に、初期の軍用機は敵情視察、捜索のために使われていたんだ。もっと言うと、気球の時代からそうだよね。軍隊にとって、敵情を空から見ることは、非常に重要なことだったんだ。みんな大好き FPS でも、敵の位置や見てる方向が割れちゃえば、鼻くそほじっててもキルできるよね。それと一緒だね。そういうわけで軍用機の陛下は、偵察任務から分化していったと言っても過言じゃないと思うよ。なるほど。と入っても、偵察にもいろいろ種類があるんだ。ここではざっくりした区分と、日本陸軍における偵察機区分を説明するよ。ざっくりした区分として、偵察には戦術偵察と戦略偵察があるんだ。これは文字通り、戦術レベルか戦略レベルかの違いだよ。これは結構境目がふんわりしてる部分があって難しいんだけど、部隊レベルをどう動かすかが戦術、より対極的、長期的なものが戦略っていう認識でいいんじゃないかな。その一方、陸軍ではざっくり3種類の偵察機種があったよ。それが、司令部偵察機、直接共同偵察機、軍偵察機だよ。それぞれの代表機種がこれだよ。うわぁ？全部一緒に見えるのぜ。は？どこが？とりあえずそれぞれの違いを教えてほしいのぜ。じゃあ、まず直共偵察機から行くよ。この直共、直接共同っていうのは、現代でいうところの近接航空支援に当てはまるよ。いわゆる CAS だね。つまり、地上部隊に近接して偵察をする機体ってことだよ。場合によっては機銃掃射や爆撃も行うよ。特に師団レベルの偵察を行うので、直接共同の名前がついているんだ。短距離離着陸や低空安定性などが確保されていて、前線近くで展開できるようになっているんだ。次に軍偵察機についてだよ。軍偵察機は、さっきの直共に似てるんだけど、軍単位での使用を前提にした機体なんだ。仕事の内容としては似たようなもので、救急軍艇はそもそも襲撃機改造機なので、当然襲撃任務も兼任していたよ。この2機は大東亜戦争中も広く活躍して、末期の特攻作戦まで現役で戦い抜いたよ。頑丈な固定脚と短距離離着陸性能は、襲撃、戦術偵察に役立ったんだ。前線の粗末な野戦飛行場でも展開できる信頼性と、低空安定性から前線での評価も高かったよ。とまあ、ここまでくどくど話してきたけど、ここからが本題、司令部偵察機だよ。指定は、今までの2種類とはいろいろと経路が違うよ。まず、運用される飛行文化からして異なるよ。今までの2機種は大概、文化、偵察、か、襲撃、のどちらかだったんだけど、司令部偵察機には、文化、指定、が存在するよ。それで、司令部偵察機は、純粋な戦略偵察のみが仕事だよ。偵察部隊みたいに、地上にちょっかいは出さないんだね。また、偵察対象や範囲も大きく異なるよ。司令部偵察機の目標は主に、遥か後方の敵飛行場や戦略目標の偵察だよ。司令部偵察機の持ち帰った航空写真をもとに作戦を立てるわけだね。この任務、当然だけど非常に危険だよ。何しろ敵地深くまで挺進するので対空監視所やレーダーに捕まって、迎撃機がたちまち飛んでくるんだ。そのために、それをものともしない高速、高高度で侵入、離脱する必要があるんだ。これの最たる例が SR-71 だね。なるほど、わかってくれたかな？なんとなく。それじゃあ、ここからは司令部偵察機の歴史について説明していくよ。司令部偵察機が生まれたきっかけは、1935年頃、
陸軍航空技術研究所の藤田隊員によるところが大きいよ。隊は、三菱旧式艦船を見て、戦闘機より速い複座飛行機を作ることを持ちかけたよ。旧式艦船は後の旧陸艦船なのぜ。その後、乗り気じゃなかった抗議犬をどうにか説得して、どうにか試作がスタートしたよ。プロジェクトチームには、河野、本庄、堀越など、現在では有名な設計者も多く参加していたんだ。その後、エンジン選定や流体力学的問題など紆余曲折はあったけど、1936年に試作機が完成。飛行性能は良好で、高度4400メートルで、速度は480キロをマークしたよ。これは97線の470キロをしのぐ高速だったんだ。しかし、この高速を見ても後本は乗り気にならず、参謀本部の一部に支持者がいる程度のものだったんだ。どうしてなのぜ？それはね、そもそも当時は戦略偵察機の有用性というものが、十分に理解されてなかったんだ。例えば、世界ではメッサーシュミット BF109、スピットファイアなどが続々と飛び出していたけど、偵察機としては各国鈍足もいいところだったんだよ。フランスには430キロをマークした、ポテ 63.11 っていうのがいるにはいるんだけど、まあ運用想定からすれば戦術偵察機の域を出ないよ。他の国はどうしてたのぜ？まあ、第二次世界大戦でもそうだけど、基本的には戦闘機や爆撃機を有用、改造していたよ。例えば、星の王子様で有名なサンテグジュペリが戦死時に登場していたのは、P38 の偵察改造型の F5 だよね。なるほど。さて、機体は完成したものの、陸軍側の熱意のなさに諦めかけていた開発陣に転機。いや、まさしく神風が吹くよ。それがね、朝日新聞社による立川ロンドン遠距離飛行だよ。これは、陸軍が熱意のないところに目をつけた朝日新聞社と開発関係者によるもので、東京ロンドン間を飛行することによって注目を集めようというものだよ。この当時、このような大陸遠距離飛行はとてつもないことで、例えば前年にパリから東京に飛んだアンドレ・ジャピーは、日本に到着したものの寸でのところで墜落したよ。そういうわけで、朝日新聞としては世界記録を打ち立ててやろうということで、この97司令部偵察機の試作機を買って東京ロンドン飛行に旅立ったんだ。この飛行は、驚異の94時間で達成され、ヨーロッパ中を驚愕させたよ。特にイギリスでは凄まじい歓声で迎えられたそうだよ。こうして、本機は歴史に残る国際記録を打ち立てたんだ。この勢いに流されるように、陸軍では本機を97式司令部偵察機として正式採用したよ。さらに、トントン拍子で今度は実力を見せる部隊がやってくるよ。1937年、支那事変の勃発だね。早速7月に機体が派遣され、最初の敵飛行場偵察に成功。見事に任務を達成したよ。ここに、世界初の戦略偵察部隊が生まれたんだ。1939年1月には、蘭州偵察の功績から指定隊に部隊艦上、搭乗員の大室隊員に個人艦上が付与されたよ。こうして、司令部偵察機は上級司令部になくてはならない存在になったんだ。この頃から、指定隊には虎の部隊マークが描かれるようになったよ。虎は千里を行き、千里を変えるということわざからの験担ぎみたいなところがあるよ。また、本機はエンジンを乾燥し新潟に改良されたり、海軍向けも生産されたよ。そんな中、陸軍としては司令部偵察機の有用性は明らかであるので、早くから次期偵察機の開発、選定に乗り出していたよ。こうして生み出されたのが、帝国陸軍の誇る名機、100式司令部偵察機、通称新指定だよ。高度4100メートルで540キロをマークした本機は、さらなる改良を前提に、1940年に仮正式とされたよ。1941年3月には高度5800メートルで604キロをマーク。日本陸海軍機の中で最初の600キロ突破を記録したよ。41年に600キロってやばくない？こうして、本機は100式指定2型として正式採用されたよ。この洗練されたフォルムと高速で、降りる飛行場前に整備兵が群がって歓声が起きたそうだよ。また、本機は武勇にも事欠かないね。
例えばポートダーウィン空襲では観光前に本機が襲来、高度8000メートルを悠々と飛行し、迎撃に出たスピットファイア42機をことごとく引き離し彼方に離脱したよ。時には1万メートルで飛行することもあったようで、この高度では迎撃側は気づいても後の祭り、どう頑張っても迎撃は間に合わないね。ちなみに、本機および旧七指定の高速性を表すものとして、中国に長く展開していた独立飛行第18中隊は創設以来、4年11ヶ月間戦死者例だったんだ。もちろん、これには搭乗員の卓越したテクニックもあるんだけどね。とは言っても、1944年にもなると太平洋戦線では司令部偵察機の損害が急増するようになったよ。レーダーの発達と敵機の性能向上が理由だね。そこで現れたのが3型だよ。この優先尾、美しい、本機は642キロをマーク。日本軍正式機最速を樹立したよ。また、面白いところでは武装指定というのもあるよ。なんだそれ。B-29 開発の情報をキャッチした陸軍では、とりあえず高高度性能の高い100式を武装させて迎撃させる計画を立てたんだ。武装として機種に 20mm 2門、上向き砲として 37mm 1門を施したよ。さらに空対空爆弾タルタ弾を装備した機体もあったそうだよ。戦果はまあそこそこといった感じで、米軍が低空爆撃に移行してからはオーバースペックということで通常任務に戻ったようだね。偵察機なので合成に不安があった反面、設計者に言わせれば、安全率を考えれば大抵の空戦軌道には耐えられるはず、らしいよ。さて、これで司令部偵察機に関しての説明は大体終わったかな。ここらでまとめに入りたいと思うよ。まとめとしては、日本陸軍には世界初の戦略偵察部隊があった。すごい。ってことと、100式司令部偵察機めっちゃ早い。すごい。ってことだね。うん。まあそうなんだけどさ。あと、戦闘機を偵察機に転用するのはよくあるけど、偵察機を戦闘機に誘導するのって珍しいよねっていう。まあ、真面目な話としては、この司令部偵察機の考え方は、冷戦時のユーミア SR-71 を経て、現代でも生きているってことだね。今はもっぱら人工衛星だけどね。そういうわけで、駆け足だったけどここらでおしまいにしたいと思うよ。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。